8月1日土曜日朝5時50分のホームポイントはオフショアが背後から吹いてますね。それほど強くはありませんが、ゆるいオフショアが背後から吹いてます。海にはうねりはありますが、ショアブレイク、まあ昨日までのうねりに比べればややしっかりとしていますね。ホームポイントの右はかすかなオフショア、今ほぼ無風で、こちらは筋のようなうねりがショアブレイクですね。ほぼフラットといえばフラットですね。気温は24度ぐらいですね。風は今止んでいます。海にはうねりはありますが、ほぼインサイドからショアブレイクですね。でかすぎて食えないのかな。ああ、イサゴが落としたかな。大ごちそうだな。